蒸しパンタイプと菓子パンタイプの味噌版味噌版とは材料として味噌を使った日本の菓子パンまたは惣菜パンの一種。現在日本で製造を販売されている味噌パンには大きく分けて菓子パンタイプ、蒸しパンタイプ、惣菜パンタイプの三種がある。主原料は小麦粉である。この他愛知県では 自宅でトーストなどに八丁味噌系の合わせ味噌を塗って食べる人もおり、これも味噌版と呼ばれることがある。甘みが強く、水分が少なめの生地に味噌を練り込んで風味をつけ焼き上げたタイプ。味噌だけでなく、砂糖、バター、卵も練り込んであり、醤油を加えているものもある。北海道、宮城県仙台市、山形県、長野県安曇野市などにメーカーがあり、 近隣地区で販売されている。通常の蒸しパンの生地に味噌を練り込んで風味をつけ蒸し上げたタイプ。味噌は香りづけ程度で砂糖の甘みの方が強いのが普通。福島県福島市などにメーカーがあり近隣地区で販売されている。コッペパンやフランスパンのような甘みがあまりないパンを用い、これにナイフで切り込みを入れ甘みを加えた味噌を塗ったもの。 食パンを用いるものもある。沼田市のフリーアンパン洋菓子店のものが1972年に最初に売り出され、最も著名である。外に味噌ダレを塗る焼きまんじゅうは食べると口の周りに味噌がついて食べにくいのでパンの中に塗ったのがきっかけという。現在は群馬県内各地のパン屋が作っており、広く消費されている。ありがとうございます。